本日はこのようにシャフトの先端にこのヒンジがついていてこのように折れるような構造になっている練習器具で考えてみたいと思います。でこの練習器具は打つ時に正しいスイングをしないとこのようにいろんなところで折れてしまう器具です。でですので この器具で折れないようにスイングができると比較的スイングが良いというようなものだと思います。でこの時にこの器具で考えられることがいろいろあります。まず先端にこの折れてしまうヒンジがついているのでゴルフクラブはこの先端ヘッドの方を大きく動かすといけませんということになります。で 考え方としてはこのヘッドを大きく動さないためにはどうしたらいいかというと自分自身のヘッドではなくてこのグリップの方がまず動いている必要があるということになります。ですのでこのように先端に遠心力をかけてこのように振ってしまうと振り子がまず一つ力がかかって動いてしまうというような形になります。でですののこちらの 手を使ってはいけないというゴルフのイメージがあるのですが手を使ってはいけないということはこの手でこの先端を運動させてはいいいけななととうことになります手を動かすことは問題ないのですがこのように手で先端を大きく動かしてしまうと、えー、ゴルフはどうしても重りがこの先端によってますのでその動きによって大きくスイングに影響を与えてしまいますのでなるべく先端ではなくこの持っている部分が 移動しているような形で動かしてあげるとこのヘッドが暴れれずにに折ななないような動きになりますでこのグリップを動かさないことで先端が大きく揺れないことでこのクラブの来角ここの角度ロフトクラブの傾きっていうのが動かないことでずれないことで力を逃さずにエネルギーを伝えることができるのでしっかりとボールを捉えて同じ距離を打つことが できるのだと思います,ですので手を使わないか使うかっていうのは手でこの先端をこのように動かしてしまうような動きを作ってしまうことが手を使っているっていうような形になります。で手を使ってないっていうことがどういうことかっていうとこの手元でしっかり動かしているけど先端は振っていないというような状態が。 手を使っていないといななととうことになります。ですのでこの手自体を何もしていないかっていったらそういうわけではなくて手でヘッドをとにかく振るっていうことをしないように意識してスイングするっていうことが大切になりますので手を使わないっていうのは手の感触がなくなるというわけではなくて手でこの先端を大きく運動させないっていうことがまず必要だということを考えて練習していただければスイングが円滑に行えるようになるのではないかと思います。